ディアフラサコは、セネガルダカール州、ゲジャワイ県ゲジャイ出身のサッカー選手。セネガル代表。ポジションはフォワード。16歳の頃、FC メスのフィーダークラブにあたるダカールの、ジェネレーションフットというクラブでキャリアをスタートさせる。その後、フランスへ移住し、FC メスのユースチームへ加入。2009年にトップチームへ昇格。 リーグルに所属していた FC メスは2011から12シーズンを18位で終えてフランス全国選手権へ降格した。しかし2012から13シーズンはサコが33試合に出場して19得点を挙げるなどの活躍を見せ1年でリーグル昇格を果たした。2013から14シーズンはリーグルで37試合に出場して20得点を挙げリーグル優勝。 そしてチームのリーグアン昇格に貢献した。このパフォーマンスが評価され、2013から14、シーズンのリーグでのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選出された。2014年8月、イングランドプレミアリーグのウエストハム・ユナイテッド、FCA4 年契約で移籍。プレミアリーグ第4節から第9節にかけて6試合連続ゴールを決め、10月のプレミアリーグ月間 MVP に選ばれた。 その後は負傷などもあったものの、10得点を挙げて加入1年目にしてチーム得点王になった。2018年1月29日、スタットレンヌに移籍した。2020年6月19日、ヌーシャテルザマックスにシーズン終了までの契約で加入した。2014年5月、セネガル代表に招集され、ブルキナファソ戦にて、セネガル代表初出場を果たした。 その4日後のコソボ戦にて代表初ゴールを決めた。アフリカネーションズカップ2015に臨むセネガル代表に招集されたが背中の負傷を理由に代表から離脱した。サコのいないセネガル代表はグループステージで敗退。しかしクラブに戻ったサコがその敗退の2日前に FA カップのブリストルシティ FC 戦に途中出場し決勝ゴールを決めて ウエストハムを5回戦進出へ導いていた。これをフィファが国際大会への参加が義務付けられた選手は原則、クラブの試合に出場できないと定めているとし、負傷を理由に代表を離脱したのにもかかわらずその数日後にクラブの試合に出場したことをルール違反とみなしたことによってウエストハムに罰金10万スイスフランを課した。ありがとうございます。